大企業だけが優遇されるんじゃないか、もう大企業はそういう対応を取ってるんじゃないか、とんでもない。大企業と東京都の好契約、大企業はさらに下請け、さらに孫請け、再発注、再発注をしてる。じゃあここにも条件をつけましょう。大企業が都の仕事を受けて下請けに流すときには待遇改善を、これを要件とすれば、大企業から中小、中小から零細、入り口は東京都の皆さんの税金の、その財源で若い人たちの給料を、手取りを私は増やしていくことができるとお約束をさせていただきます。若い子の手取り増やしましょうよ。もう一つは負担です。今東京大学が学費を上げると不安しかない。学んじゃダメな国なのか。大学を出ると2人に1人が奨学金という借金を持っています。